何でも取れるんですよ。奥の右、これか。一番取りやすいとこ行こっか。いや、こういうのでもな、もういいか。おはようございます、お願いします。あ、よし、多分ね、からくりいけそう。あ、からくりやすじゃん。乙女全然空いてるから、だったら、からくり騎士は奥側とかも全然空いてるから珍しいですね。いやちょっと待って、バルブレイブ待っちゃってる。じゃあこれやるか。さあ始まりました。今回はですね、試写会チームとボーダーライン2、はい、チームということで、とりあえずまずルールの方からいきたいと思います。はい、現在ですね、ジャンバリドット TV で配信されている人気番組5番組人気番組5番組でございます。人生のボーダーラインなの。来ましたね、噛みついてきましたね。どういうことですか、ギリギリなんですか。再生数は持ってるんですか。え、もう終わりましたよ。終わってます。終わりました。韓流スターみたいな。韓流スターみたいな。何だよこの2人、韓流スターよ。見た目だけで背だけ高くてよ。ありがとうございます。ヨンジュンですか。めちゃめちゃ嬉しい。いや、もう嬉しいじゃないですか。もう彼ら正常位しかしませんからね。すごいね、誰が正常しかしないやん。おかしいでしょ、こいつら。ルールの説明をしてんのよ、ルールの説明を。ということで、大人気番組の5番組、総当たり戦になっておりまして、5番目中、2つ終わってるんですよ。だからもう、横入りすんじゃないよ、だからもう。やってる最中で。そうだ、ミノピのボーダーライスも終わりましたけども、とりあえずルールいいですか。勝ち点3枚数得点、3枚失点の合計により順位が決定しまして、優勝チームには賞金50万円が贈られると。25万円ずつですね。なるほど。という形になっておりますが、今現状のいいせめてな、番組が終わったんだから賞金ぐらい持って帰ってもらわないと。だからまあ、お二人に関して言えば、どういうこと、はい、番組が終わったってどういうこと。いや、この大会の途中で番組が終わっちゃった、うん、どれがボーダーラインと、あとミノキ三兄弟っていう、はい、だから2番組終わったんですよ。大人気番組5番組が2番組終わったんですよ。このご時世やっぱ人気すぎて終わるってことあるんですよ。ないよ、人気すぎるから。これそんなことあるの。これボーダーラインはまあちょっとまあ続いてもいいなと思ったけど、ミノキは始まった時終わると思ったんですよ。あれうまくいけなかったな。予想があったんですね。ちょっと限界が見えました。限界が早い段階から見えたね。そんなことあったね。あるんですよ。レオチ感だ、レオチ感が。まあ一応ボーダーライン2はまあトータルで 7,8 年ぐらいやらせていただいたんですけども、本当にだから大団円ですよ。そうですね、そんだけあれもう飽きられたみたいでね。そう言っとくけど、これ言っとくけど、奥さんなんか基本的に半年だからね。あ、それがね、今社会は、そうですよね。まあそうですね、まあ1年ぐらいにもうすぐなりますから、じわじわ人気出てきてます。まあね、これがいや、やっぱり人気番組ですから。この人いつもそう言うんですけど、これ一本でそこまでじゃないから。これ一本でやってますから。別にいや、早すまりですもんね。間違いないと思いませんから。でも、もういいじゃないですか。そういう意味ではもう上がったお二人が50万なんて、お金いいですよ。だからいいでしょ。いや、お金めちゃくちゃ大事。めちゃくちゃ嫌だから正直いらないと思うんですよ。いや、いるいますか。奥さんもやっぱ血の通った人間なんだなって。どんだけ払ったと思ってんの。本当だよ。いろんなことに。本当だよ。人生でいろんなことに。どんだけ奥だからね。今トータルしたら、トータルで、神奈川かなの現場でちょっと早く着いて、奥さんと一緒に奥さんの車の中で待って、清水さんね、ねえねえ、牛って僕らさ、
回少ないだけでも随分違ったのに、ね、結構ありますね結構ありますね、はい、あ、まあ、そう考えるとこれ4人、うん、4人とは罰、そうだ罰がみんなついてますね、罰チームの罰対決ですよ、何言ってんの、何言ってみろお前、ワン罰です、僕も罰1です、うん、おやさん4だ入りましたおいどどもうもうもう優勝です、優勝ですよ、誰だぞ、誰だぞ、もう50万で間に合わないかもしれないですけど、どうぞ持って帰ってください、もうチームで言ったら7と2ですからね、ゲンさん、いやいや、もう急にドドンって参りましたでしたよ、打ちに行きませんか本当に、いや、とりあえず現状の状況、はい、っていうところなんですけども、トップがミラクルカプセルが、はい、勝ち点15開いたもんだなって、そうですね、社会がゼロゼロ、まあまあまあ、ゼロ P です、ハンデ、ハンデ、ハンデ、何のハンデかちょっとわからないですけども、まあまあまあ、ハンデですよ、これは。で、他の3チームが三つどもえといったところになっておりますので、うん、いやまあ、でもこれミラクル以外もね、うん、どれも目くそ鼻くそですよね、うるさい出た諦めてねえんだよってのが昭和のお父さん来た、俺らが今日何撮ったか知ってるのか、あ、もう知っておりますよ、もちろん、はい、もちろんっていうところで、あの奥さんがだと、それはびっくりしちゃって攻めましたね、それは差がついてるからそういう選択にしたんですよ、正直このお店で僕パチンコしか打ったことなかったんで、はい、まったり打つのが、ね、寝てたとら起こしたら、おい、あ、これはもうなんか起こりますね、ついに起こしちゃいましたら、はい、虎穴に入らずま虎子を得ずという、まあ、寝たままの可能性もありますいやいやいや、可能性はありますけども、寝やすいようにカード取ってます、いろいろ見てきてますけど、奥さんは細い質問で、確かにあのこんだけ長くやってるの意外とあの中でも、うん、マンとかないからね、ないですからね、遅いですよそうですね、まあ、勝った感じなんですね、頑張りますよっていうところですけども、ボーダーライン2チームも、はい、まあ、まあ、我々の中はもうちょっと厳しいですよ、うん、ですよね、ただ、まあ、どこが優勝してもいいですけど、うん、ミラクルに持っていかれるだけ、それはやだ、ちょっとこれはですよね、それはやだ、ちょっと保険に関わっちゃうかもね、我々の腰も本当これ響きますよ、響き響く、あそこに負けたっていう実績が残っちゃいますから、残る、本当だよ、だからそれをやっぱ阻止するためにカラクリさんですよ、そうですね、勝負出ましたね、阻止できこれあの阻止できだから4人とも辛さですよ、4人で、あ、4人とも、4人ともです、バズるね、これはなるほど、今回誰かでバズるかお蔵入りっすよ、これ間違いない、誰か出るべ、4人してやってれば、4人いったら誰か上位取れますって、ね、って言ってエンディングでね、シューンってしてるかもしれませんね、フラグ立てちゃったな、全員7、8万ずつ負けてるみたいな、やだよ、そんなの嫌ですよね、あんのよ、あんのよ、はい、いや、しかも状況もいいかもしれませんので、そうそうそう、今日はまあもう正直なところ一発勝負になると思いますので、うん、狙いに行くしかないからな、そうですね、あ、もう差を考えるやるしかないっていうところで頑張っていきたいと思いますので、はい、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします、お願いします、やるっきゃない、やるっきゃない、さあ実戦開始でございます、いやー、からくりサーカス打つのめっちゃ久々、2ヶ月ぶりぐらいかもしれません、ちょっとゲーム性忘れてますんで、いろんなことを聞きながら、はい、学びながら楽しみながら8000枚、時間内に8000枚狙いたいと思います、実は僕1回だけね、あの上位 AT っていうんですか、それはね入れたことあるんですよ、3000枚ぐらい出て終わったと思うんですけどね、爆連はさせたことないです、僕ら多分ですけど、今日負けたらもう可能性限りなく 0% になると思うんですよね、だからなんとか勝ちたい、まずあのボーダーラインチームに勝ちたいっていうのは当然なんですが、ある程度の定まで差枚数でプラスを叩き出さないと全く追いつかなくなっちゃうんでね、結構本気で勝ちに勝ちたいと思って僕参加しておりますんで、遊びじゃなくて、まあ、やってることは遊びなんですけど、なんだろう、せっかくね出るからにはちょっと勝ちたいですからね、ただ牛尾くんも俺もねこういう大会が弱いんだよな、しかし僕知らなかったんですけど、この大会、まあ、1年近くかけてやってると思うんですけど、その間に参加してる番組が5番組中2番組終わるって俺本当に知らなかったんで、今日までえって感じで、それはダメなんじゃないの、もう
もう参加資格剥奪でいいんじゃないのかな。番組自体がなくなるわけでしょ、なくなってるわけでしょ。なんかちょっと矛盾を感じましたけどね。ただ残念ながら現在のトーナメントリーダーミラクルカプセルチームのミラクルカプセルという番組はですね、はい、人気がありましてまだまだ終わらないということでね。何なんだろうな、なんで番組終わってモロゲン君もリノちゃんもヘラヘラして出てきてんだよ。俺だったら恥ずかしくってあれだね、キャンセルするね。うん、いやもう無理ですよ、やめときますよって言うね。何なんだよな、こんな大会ある。でもこんな何にも来ないもんすか。こんな展開初めてですよ。朝え2万なくなってんですけど何にも来ずに、マジかよ。やってらんないんすけど、やばい、明日の現場のお金がなくなるかもしんない。俺油断して入れてきてないんだよな。あらー、まずい。これが3万円目ね。いや4万円ぐらいからもうだんだん分かんなくなってくるんでね、しっかりカウントしないと。まいったな、これポイントもう940ですぜ。朝一こんなハマりますかね、本当に。ダメだ、からくりポイントが1000いっちゃう。俺1000いったことないですもん、過去3回の実戦で。うわー、朝一ですぜ、1000いった。もう投資が3万超えたらダメよ、瞬間で超えるよねこれね。まだこれ打ち始めて1時間経ってないぐらいなんじゃないの。あー来たでしょ、やっとですよ。はい、レインボーね。うわ、投資3万ジャスト、3万ジャストでチャンスゾーンだからね、信じらんない。え、まだお金使わすの継続で。うわー長かったね。実質ゲーム数が、うわこんな派手な897ゲームですよ。ポイントが1145。あれ、うん、これって AT じゃね、直当たりってこと。なんで C だったの。あー、じゃあ分かんないってこれ。ラッキー、チャンスゾーンじゃなかった。ノン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 。さあ行きましょう、3万ジャストだよ。無限の可能性を秘めた150枚スタートでございます。よし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 、よし来た、これ俺得意。さあ来い、無限の可能性秘めてるぞ、頼むぞ。ハーレクイーンだぞ、なんかいいこと起こってくれ。そう、なんかいいこと起こってくれ。ゼロになるまで何が起こるか分かんないよこの台は。
ゼロになるまで何が起こるか分かりませんぞ。うわ、叫んな、もう。さあ戻すぞ。アロー、はい、おい、おい、はい、終わった終わった、107、あ、これ、まあ次はね300以内だから。はい、よし、それじゃあやっていこう。1ゲーム目にレア役引けるとモードが優遇されるというのは知ってますが、引いたことはありません。なんだろう、後ろから追いかける立場になるとみんなこうなるんだね。でまあまあな差がね開いちゃってますから、まあまあそれはそうだろうってことなんだろうけど、まあ4人して打ってるからね、誰かしら何か起こるんじゃないかなと思うんだけど、起こんなかったらこれ場合によってはえらいことになるんじゃないかっていうね気もするけど、まあ状況にもよるけど、最悪ダメだったら最後パチンコでまあ一発逆転狙うぐらいのことはまあできるかなとは思うんですけどね。リノとモロゲンの状況が丸見えなんだよねっていう意味では、まあまあ、ね、相手の状況続けですから。ドローダイもいい回数上がってるね。これ昨日59回ってどうなの。ああ、まあ勝ってはいるか。カラクリサーカスとバルブレイブに至ってはもう飽きないなかったからね。だからやっぱこういう台はこういうお店で打った方がいいよね。マジでレア役引かねえな。ってなると、あれこの有力感は、あ、ようやくいた、やる気がねえのかなというね気がしちゃうんだよな。おう、ちょっとなんか煽り強くない。ほら、あ、これ8割ぐらいある、これ当たるわ。なんかちょっと予想がしかったもんね。しっかり直撃とかねえかな。てか9000円で濃淡酒なんだけどね。大丈夫だよね。あれあれ大丈夫ない。大丈夫ないの、あそこまで行って。あ、だよね。 OKOK、 おう、やっぱりナイス直撃。もうちょい派手な当たり方するんだけどね。いや、 OK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  なら OK。 やる気のあるね、 AT は頭から様子がおかしいみたいなとこあるんですが、登場時全然レア役引かなかったからな。ここで頑張んないか。もらっとこうか。違う違う違う。いやー反応が良くない。おー、あー、そっちね。いや、いいんだけど違うのよ。そういうことじゃねえのよ。ダメだ。いやー、ちょっとなんとも情けない AT だったな。
しじゃあやろうか。これあの1ゲーム目割と大事ですからね。これもレアよく引っ張ってくるっていう気持ちで。あ、そのモードですか。そうです、そうです、はい、行きましょう。じゃあ行きましょう。ボーダーライン2チーム頑張ります。あ、演出はない、あ、ない、ダメ。超久々です、私これ打つの。いやだから、まあ、上位取れるかどうかも当然大事ですけど、うん、結局その突き抜けるためには設定が大事なんで、はいはい、今日ある程度出しとかないと、うん、もうないですね、我々入場の目はないね、ほぼもうほぼない。だから今日ベストは5000枚プラスにして試写会に勝つ。これだとトータル10ポイント入るから、まあ、全然狙えますよ。早くも2枚目です。私ももうすぐですよ。まあまあ3枚目から5枚目ぐらいはまあまあこれオフセンみたいなもんですから、ね、うん、で取り返さなきゃってなるんでしょ。そう、まあ、悪いよねこの台は。ずるずるいっちゃうんですよこういう台は。マリレン、マリレン、お、赤だ、珍しい。なんか引いた、コラン、お、何も引いてないのにコランだ。ラッキー、あ、ラッキー、ラッキーパンチ。これはちょっとお安くなったんじゃないの、ウェンさん。だいぶだいぶこれ当たってもおかしくないよ、ここでやりましたね。400も600も踏んでんだから今ので当たりそう。いやまだ分かんない、まだ平気で外れレベル。おもらったね、さすがに。あ、こんだけね一気に貯めて400も600も踏んで、あ、オッケーオッケー、もう大丈夫です。ほらデレ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 スルー天井とか持ってのほか白かダメ。まあまあラストの引きはいいですから、ここで決めてありますよ。決めたってくださいよ。じゃあ3、あー出ない、ダメか。あー、しかもデフォルト、これはしょっぱいな。ちょっとうわっ、何やってるんですか先輩。これディレクター誰でしたっけ。このままでいったら帰ってきた素材めちゃめちゃ考えるんだろうな。どう割ってこうっつって、だリノさんが誰か、リノさんが誰かお客さんをライバルにして、うん、あの雑魚野郎より早く俺は当てるとか言えばそこ使ってもらえます。俺はあの雑魚野郎より先に上位に持っていく。なんで炎上させようとしてるの。いやいや、まあ、例えばの話、それだから心配今してたから、はい、あの雑魚野郎まだ当たってねえなとか、まあまあ、自分で言えばいいんじゃないのそれは。俺じゃなくて、いやいや、俺は別に言っていいよ。それだからの心配してない、全然いい。いや、さすがに雑魚野郎っていうのを譲るよ。それは悪いよ。雑魚野郎はやっぱあれたぶんあれだわ、あの白金の偉いカットインでバックだったんですよ。バック、バックトランク、カバンにもトランクでもなくバックだったから、それなんでしょうね。一応一発いきましたよ、レアくいけと。並んでんじゃない。なことないでしょう。いやまだでも十分マジあります、あります、うん、こんなハマっただけで、いやもうないっていう気象性はないんで、まあ余裕でハマりますもんね。レアくいけと。で意外とこれ入らんのに難しいのよね。全然10ゲーム前レアでしょ。難しいっすよ、うん、でもそういう設定差のあるとこをしっかり掴んでいかないとカラクリでは勝てません。これ最終ゲームとかこれはないですもんね。ないです、そんな甘くないです。これは、うん、それは知らん、知らん、誰や誰やわい。これでも普通じゃないよね。誰や。次回2回目3回目、え、あ次回と2回目3回目通常へ来て。うわーいいじゃん。
いいんですか。最低でも B ってことでしょ。最低の B はいいの。いいよ。いい。いいよ。らしいです。なかなか見ないもん、2-0っては。吉野もそう思う。ああマジか。源さんもね、吉野もいいですよ。それつってんだったらもう間違いねえな。お墨付きです。牛尾さんが2回目よ。650でいったよ。ちょっと期待したいね。白金の。わあ強い。これはもらった。うわあ裏山。裏山。もう40のおっちゃんがさ、裏山なんて言わないの。裏山よ。ええー。こっちら29本目よ。カラクリしか勝たん。ね、おっちゃん二人がさ。並んでちょっともう死後になってきたね、カタンもね、カタン、うん、あら、発展も別に熱くない。え、あれ外れる ?3 段階外れる ?3 段階はなかなか出ないですよ。当たりました。676ポイント、415ゲームです。投資が28,000円。現在やたてよ、うん、これはもう2回失敗してるようじゃダメですよ、このチャンスやたてね。はいはい、スッといこう。あー外れば出ない。はい、よー、おーナイス。やっと28,000円で今日初の AT です。ナイスです。でも AT がね、やっぱもうその全て全力でやらないといけないから、もう当たるでしょうこれね。なんか、ああそっかそっか、単色したから1050から折ってんのかな、これよう分からんけど。はい、赤まで行きましたね。さあ50ゲーム。お、カピタン来い、カピタン。いや弱いか。はいはい、なんかあれ、あレインボーですよ。あれ C なくないよ。マジ、うん、チョクル。あ、これ金までいったらもう C ですよ。マジっすか。直撃。じゃあそれで、てかもうそれ直撃、それでお願いします。え、強すぎるもん。これ継続でなる。ほら、おい、あ、金 C だ。金ありがとうございます。やりましたね。はい、894回転で31本投資でモード C らしいです。でこのタイミングで僕は終わりました。終了画面デオルト、ここで戻そう。レアイク引けてなさすぎる。ラストダメか。あ、手だ手。レアイク行きたい、たっぷり行きたいよ。あ、行きた。よし、チャンス目ですよ、広角の。いい感じで引いてんじゃないですか。はい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 。はい、行きましょう。オッケー、やった。3回目まで天国か。行きました、一発目。やった。はい、序盤のは取っときたいっすよね。リプレイ行きたい。今のでも40本ありますよ。今のでも、うん、3枚出る。うわうわか、こういうところだよな。まあまあまあ、まだ。はい、終わりました。はい、デフォー。難しい台だ。やった。おお、オッケー。100枚以上だったっけこれ。 150 普通にリスタート。うまい、どうす。これで終わって、デフォーデフォー。
終了。400枚ほどだったんでね、全然1000枚ぐらいマイナスの状況でございますけども、まあ僕はバー狙います。はい、グラスだ。あ、出てます、チョスチョス、うん、青を狙わない人あるじゃない、やった、うん、やった、あー、見てる、25、あー、取ってないね、あー、25枚いただいてました、ラッキー。お、キョウチェリー、キョウチェリー一発か、あざっす。収支管理アプリ P マネー登場。 P マネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。